A2D スカイシャーク飛行する A2D-125485 機 A2D スカイシャークはアメリカ合衆国のダグラス社がアメリカ海軍向けに開発した艦上攻撃機。採用されたが運用や量産は行われなかった。愛称のスカイシャークは空のサメのイ。A-1 スカイレーダーの原型機 XBT 2D-1 の初飛行後間もない1945年から開発が開始された。1947年9月25日には、ソ 2D-1 として試作機の発注を受けた。試作機は2機製作され、1950年3月26日に初飛行した。尾翼などに A-1 のものが流用されているが、エンジン乾燥などに伴い、胴体などは、 再設計されている。なお、エンジンは、コックピット下に移されている。性能は A-1 と比較して、大幅な性能向上が認められたことから、A2D-1 として採用され300機以上の、発注が行われた。しかし、搭載している、アリソン社製 XT-40、ターボプロップエンジンは、ガスタービンを2機並列に設置し、1個の、 減速ギアボックスを介して連結し、一軸で二重反転プロペラを駆動するという複雑な構造であった。そのため、エンジンの信頼性が低く、振動や減速ギアの加熱問題が発生した。また、エンジンに起因して1950年12月に、試作初号機が1954年8月5日に、生産2号機が墜落している。試作2号機では、 エンジンの換装を行ったりしたが、海軍は1952年に開発をキャンセルし、新たに A4D スカイホークジェット攻撃機の開発をダグラス社に求めている。海軍からのキャンセル後もエンジンの改良計画は、しばらくの間、続けられたが、結局、実用には至らなかった。生産機数は、 試作型の疎2 D-1 が2機及び生産型の A2D-1 が10機である。A2D-13 面図。ありがとうございます。